骨格正して姿勢正すだけでもすごい雰囲気変わるんですよ。それはびっくり、うん、あ、そっか、全部つながってるんですね。そう、繋がってる、うん、だからこうなると、うん、前と後ろが取れるから、うん、表情もこう筋肉の状態もね良くなるから、単なる表面だけでなく、へえ、めっちゃ勉強になります。やっぱり猫背ダメですね、そうなると。そうですね、その肩全体っていうだけでなく、うん、そういう内面的なこと、うん、皮膚もそう、内臓系もそうだし、全部関わってくるね。へえ、全部変わりますね。そしたらなんかそれ直すだけで内側も変わってくるみたいな。変わります。それはいい。看護の目的ってただ単に、まあ、僕は音楽家向けって言ってるんだけど、カイロさんとか体全体のバランス整えて、神経がちゃんと働くようにして、自分の自然治癒力高めるっていうのが目的なんで。へえ。うん。いいですね。首肩だけじゃなく全体が調子よくなると思います。うん。へえ、うん。めちゃめちゃいいこと聞きました。ありがとうございます。すごくおすすめ。うんうん、おすすめでなんですね。わかります。めっちゃおすすめ聞きました。なんかなんて言うんだろう。腑に落ちたっていうか。結構ね、最後聞くと、言葉に馴染みがない人もまだあると思うんで、イメージ的にはなんか、こう、整体矯正してバキバキやるっていうのが、そんな感じ、イメージ。してました。もちろんそういう技術もあるけど、いや、それはほんの一部の話なので、なかなか伝わってないっていうところはありますよね。ありますね。そっか。うん、でもなんか今日で結構聞けた気がします。すごい。はい。ありがとうございます。学べた気がします。もう学んだと。浅いけど、カイロってなんだろうっていうことをちょっと学べた気がします。そうね、入り口としてはね。入り口として。はい。そっか。あ、そうだ。バイオリンのレッスンってどれぐらいやられてるんですか、スミ先生自体は。バイオリン中に。あ、バイオリンじゃない。すいません、ギターです、ギターです。レッスンですか？うん、レッスン。レッスンは、オンラインも始められたんですよね。はい。まあ、コロナきっかけでオンラインはやってるんですけど、コロナでも、なんていうんですか、対面がダメってなった時は、ほとんどの人、オンラインでやってたんですけど、今はもう、普通にやってるんですけど、もう、はい、対面に戻っていて、ただその時に遠隔地から希望が来た人が何人かいて、あとか滋賀県とか、うん、海外に出張になっちゃった人とかね。うん、なるほど。あ、でもそういう方もできて嬉しいですね。なんか、そうなんですね。そのオンラインと、あ、オンラインに移行するってなった時に結構違うじゃないですか、教え方が。はい。なんか、それで、なんか感じたこととかって教えていただいてもいいですか？なんか私オンラインまだやってなくて。あ、そうなんですね。あ、はい。あ、でも一緒にやったんですけど、ここの、なんていうの、音楽教室に来てくださってる子だけで、プラスにオンラインレッスンやるっていうわけじゃなくて、その子たちが来れなかった時にやってた感じなんですけど。まあ、いい面と悪い、メリット、デメリット、まあ、どっちもあるんですけど、じゃあ、いい面を説明したいから、先にデメリットを、あ、うん、やっぱり音楽的なこととか、パッと止めて、あそここうだよっていうふうに、手でこう刺してあげて、動きとかしてあげるっていうのは、やっぱり、オンラインだとできないんですよね。そうですよね。そこは、うん、デメリットなんですけど、逆
にメリットでいいのは、うん、技術的なこと。ピアノでは難しいかもしれないけど、うん、ギターだと、例えば生徒さんが、まあ、斜め横に座ってて、うんうん、見せてあげてるんだけど、対面だと恥ずかしくて直視できない人とか、こう動いて、こう、ちゃんと見えないとか、角度的にね。っていうのは、対面だと起こり得るんですよ。なるほど。画面上だと、手こうだよって言って、画面のここまで手持ってってね、見せたりとか。あー。なるほど。そういうことができるんですね。ギターだとそれができるんですよ。ピアノだとね、できないけどね。ピアノなかなか持ってけないですからね。ピアノ。だからギター。画面を近くっていうのはできるけど。そうそうそう。うん、なので、ギターは、オンラインは、悪いだけじゃないですね。結構使えるものもあります。なるほど。まだなかなか、なんかオンラインだけで教えるっていうか、うん、それの自信がまだなくて、なんかちゃんと伝えられるかなとか、うん、ちゃんと指導できるかなっていう不安の方が今大きくて、本当は、うんはい、ね、いろんなところから言葉をやらなきゃいけないから、うん、すごい、説明をどうやったらいいかってすごい考えるようになりましたね。考えますよね。うん、そうですよね、うん。あ、なんかビデオで説明したりとか、そういうのはあれない、ないのか。別撮りで動画でとかはないですよね、きっと。それはしてない。うんうんうん。それはしてないけど、うん、うちの教室は録画 OK にしてるので、見直せるように録画しても大丈夫に。あ、それはズームですか？ズームで録画？はい。あ、ズームに録画機能があるんですよ。ああ、ありますよね。はい。うんうん。うん、へえ、それは OK に してるんですね。うんうん。はい、そっかー。ちょっとね、挑戦したいなーとは思ってはいるんですけど。うん。まだね、これからね、オミクロン株っていうのはどういうのかわかんないけどね。本当ですよね。リモートがまた戻ってくるかもしれないし、うん、うんうん、なんかね、ズームとかで、しかもペダルとかもあるんですよね、ピアノだと。ペダルの指導とかもあるので、うん、そしたら2個使った方がいいのかなとか、こう、手見えるところ、足見えるところとか。僕の妹がアメリカの音楽学校でレッスンやってて、うんうん、向こうでやってるやり方をちょっと教わったんですけど、うん、パソコンで自分こう正面映してて、うん、スマホかなんかで楽譜を映すのをもう一つ作るんだって。そうすると楽譜説明が手書きでパーッと説明できるから、あーっていうのとで、書き込んであげて、その書き込んだ楽譜をPDF とか実際に送ってあげたりとかしてやってるって言ってました。なるほど。そういうのもあるんですね。うん、画面上でやっぱ楽譜映し出してやるって結構大変だから。うんうんうん。うん、確かに。そういうこと言ってましたね。へぇー、うん。なんかもう本当いろいろいろんなやり方ありますよね。試行錯誤みたいな、皆さん。そうですよね。うん。うん。妹が嫌っていう人もいるしね、実際ね。だから、それは生徒さんによって、うんうんうん。っていう感じですけど。でもなんか、すみ先生ぐらいになると、本当いろんな人が多分、来たい、なんか、リモートだったら受けられるじゃないですか。多分、北海道の人もいるだろうし。で、ギターって、うん、なんて言うんだろう。そんな先生多分限られてると思うんで。うん、なんかそういう面ではいいですよね。リモートでいろんな方と、で、海外で転勤しちゃった方も、レッスンできるっていいですよね。うん、海外の人はね、一つ問題があって解決させたんだけど、うん、レッスン代をどうやって送るかって話になって。あー、レッスン代。うん、銀行の海外送金って、
ひょっとしたらレッスン代と同じぐらい値段になっちゃったりすることもあるんで。確かに。うん。いろいろ考えて、仮想通貨で送ってもらったりとか。さすが。最新の。いいですね、仮想通貨で。うん、ビットコインです、まあ。ビットコインで送ってもらったみたいな。なんかね、僕もまだ仮想通貨全然わかんないんですけど、うん、送金手数料ってコインの種類によって違うみたい、違うみたいというか違うんですよ。そうなんですね。送金手数料が結構高いから、うんうん、自分はリップル使ったりとか、リップルだと送金が早いし安いしっていうので。へー、リップル。いいですね。うん、すごい。でもか、すごいな。持ってるっていうのがすごいですね。生徒さんが。なんか。持ってるというか。だからお互い解説、あの、取引所解説して、すごい。銀行口座を作って、そんで、全然ですね。へー、面白い。ああ、でも、なんか勉強になりました。うん、そうしよう、そしたら、私も。そういう。なんか、聞く話によると、海外ってすごい、あの、もう仮想通貨は当たり前になりつつあるらしくって、なんか日本は遅れてるよって言われたんだけど、うん。僕もまだよくわかりません。なんか、なんだっけな、利用整形とかってもう多分そういうところできますよね。ビットコインで支払うとか。なんか、そうですか。美容系のクリニック、そういうところ多いですよね。なんか。日本の？日本のです、日本のです。そうですか。なんだっけな、どこだっけ、美容クリニック。有名な、あ、湘南か。湘南美容。確か、できたと思います、それ。すごいですね。コインで、うん、ビットコインだったと思います、なんか。他のやつはダメだったかな。ちょっともう一回確認しないとあれなんですけど。あ、できるんだと思って。だって聞いた話によると、アメリカだと、どの程度かわかんないんですけど、税金が仮想通貨で払えるようになったとか、その、給料が仮想通貨でももらえるとか、なってるらしいんですよね。すごい。日本は本当遅れてるかもしれないですね。そういうのは、なかなか。ね、うん。時代にはちょっとついていきたいですね。まあ、それだけを信用は、僕は したくはないから、気をつけつつ、まあ、ちょっと勉強しなきゃな、とは思ってますね。なるほど。今、ギターのレッスンって何人ぐらいやられてるんですか？人数何人ぐらいだろう。数えてないので、よくわからないんですけど。でも、レッスンはほぼ毎日行ってます。土日もですか？土日もです。はい。大変。めちゃめちゃ稼いでますね。稼いでる？そう。すごい。毎日すごいですね。ただ、あれですよ。他の楽器の先生もどうかわかんないけど、一箇所のレッスンしてる場所を、まあ、月2回とか3回にしてるんで、してるけど、週で休みはちゃんと取れるようになってます。そうなんですね。うん、だから、本当休みないときついです。はい。あ、休みないときついなと思って。そうですね。タイミング良ければ連休が組めたりするし。なるほど、うんね。旅行とかもね、結構好きでしたよね、なんか旅行。旅行はそうですね、好きですね。うん。そういうときはもう前もって、ここは旅行行きたいって気にしてそこを避けてレッスンをこう組んでったりとか、まあ、このくらいのちょっとの楽しみは、まあ、許してねって感じでそうですよね。もうずっと毎日レッスンされてるから本当大変だなと思って、すごい。そっか。あ、そうだ、なんかちょっと相談してもいいですか？なんかちょっと、まあ、ビジネスというか、うちバイオリン教室もやってるんですよ。はい。で、ね、なかなかバイオリンの生徒さんが集まらなくて、
で、一応、ホームページでは、私の地域、阿見町なんですが、阿見町バイオリン教室で、一応上位表示にはなってるんですけど、それはなんか阿見、なんか阿見町に、その、バイオリン習いたい人がいないのか、それとも、やっぱりもっと集客の仕方を変えた方がいいのか、っていうところで今悩んでるんですけど。それって、いや、じゃあ、どなたかバイオリンの先生が、来られてる。はい。そうです。これは自分の経験が、ことしかちょっと言えないんですけど、演奏することかな。なるほど。ちょっと前まで、それこそスマホが、こう、ね、普及する前ぐらいまでは、ホームページ出して教室やってますで、結構集められてたんだけど、もちろん今もそれで来るけど、2パターンあると思うんですよね。集客に関して、有意な方法。で、一つはやっぱり SNS。でも SNS も慣れちゃってて、検索するのも得意だし、それだけではなかなかやっぱ難しいっていう部分ってあると思うんですよね。で、もう一つはやっぱり、地元だったら地元密着型で演奏をいっぱいやるっていうのが一番いいんじゃないかな。なるほど。演奏ですね。確かに演奏やってなかったなと思って。まあその先生も、なんか浅草の方ではオーケストラの先生やってるんですよ。オーケストラの講師みたいなことをやってて。でもこっちでは全然こう、あ、でもなんだ、60周年記念パーティーか、その地域の60周年記念パーティーのイベントでは、一緒にご一緒させていただいて、そこでは演奏はちょっとやったんですけど、定期的な演奏っていうのが全然やられてなくて、やっぱりその先生のプロデュースをした方がいいって感じですよね、きっと。そう、そうと思います。うん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 、3人で何かやりますか、今度。あ、3人でやりたい。3人でやらせてください。ぜひ。やっぱりね、習いに行こうかなと思って、どこの教室にしようかなって考えたとき、生徒の立場になってね、ホームページだけだとやっぱ分かりにくいんですよね。確かに。だと思うんです。で、実際に演奏がすごい気軽なとこであって、見に行って、もし一言でも二言でも話すことができたら、きっかけって作りやすいし、そういうとこからこう始まっていけるんじゃないかなって思うので、なるほど。じゃあちょっと、言ってみます。なんかでもすごい謙遜される方で、でも芸大出身なんですよ。芸大出身の。うん、で、定邦先生よりは、ちょっと上ぐらいなんですよ。2個ぐらい上かな。なんか、博士太郎さんが、2個下とか言ってたんですよね。あ、そうなんですね。はい、芸大で。ですごい先生なんですけど、すごい謙遜されるんですよ。なんか、私はなんて、みたいな。私なんて、そんな全然できないわ、みたいな。やっぱり、ただと、逆に生徒さんも謙遜してるって可能性もあるんじゃないかな。確かに。うん。そういう方だと、そうですよね。なんかもっともっと自信持ってほしいっていうのと、なんか本当に綺麗な音を出すんですよ。やっぱり、やっぱ努力した人だなってすごい思ってて。で、ちょっと演奏に対する姿勢がやっぱ厳しい、厳しいというか自分に対してもすごい厳しいのかなと思ってて。なんかもっとね、素敵な、こう演奏とかも聞かせたいですよね、本当、地域の皆様に。って思って、誘ってみますか。どこさんですか。はい。阿見町の方なんですか。あ、はい、阿見の方です。あ、そうなんですか。はい、そうなんです。はい。すごい素敵な方。楽器の楽器って、相当集中して、自分に厳しくないと、ね、技術とか音楽性って上げていけないから。だから、ね。
そうですね。やっぱそういうところって気にしたりしちゃうのかもしれないですよね。うん、そうみたいですね。なんか、うん。なんか年だからとか、なんか、すごい、うん。謙遜されてます。年は一切関係ない。関係ないですよね。本当に。しかも楽器はね、本当に関係ないですよね。はい。年の良さが、それは出ますもんね、こう。そう思いますね。うん、良さが。うん。そうだ。あともう一つ聞こうとしてたんですけど、あの、はい、結構 CD をいっぱい出されてるじゃないですか、すみさん。あの、はい、CD ってどうやって作るんですか？どうやって作るんだろうと思って。CD は、うん、自分は、あの、ずっとツテで、こう、鑑定を行うことができてるんで。か、うん、ちょっと私も、なんか、もしやりたいなって思った時に、ちゃんとできる環境を作りたいなと思ってて。うん。今ね、やっぱり CD やると自分の演奏いっぱい練習するし、うんうんうん、編集、たくさん自分の演奏聞くんで、すごい、あの、自分のためになる気がします。そう、なんかいろんな、はい、こう、幅を持たせたいというか、CD も、うん、やってみたいなっていうのはそうなんですよね。なんか、最近思ったのは、まあ、SNS とかしっかり認知していただいて、で、ちょっとまだやってないんですけど、自分の曲とかも、ちょっと配信していけたらなと思ってて、自分が作った曲とか。うん、自分が作った曲？あの、まだ全然なんですけど。作曲、そうなんですか。とか。聞いてみたいです。ちょっと今頑張ってフィナーレあのソフト買って楽譜作ってみようと思ってるんですけど、なんか本当いろんな幅をが持てたらいいなと思って、音楽に対しても。うん、うんうん、あ、いいですね。ね、そうですよね、うん、で SNS で自分を知ってもらって、それで音楽も一緒に提供できて、でそこからまたクラシックを聴いてくれる人がいたらいいなとか、うん、うんうんうん、だから最近頑張って J-POP とかいろんな勉強してるんですけど、いろんな勉強というか J-POP 弾いたりとか、はい、そういう中で来てくれた人が私の音楽聴いてくれたり、クラシックにを興味持ってもらってる。クラシックって結構硬いイメージがすごくて。ありますよね。なかなかクラシックの演奏会来ま、あの、やりますって言っても、なかなか来てもらえなかったりするんですよね。うん、結構集客大変だなって思ってて、実際やってみて。うん、なので、うん、なんか取っかかりというか、なんだよな、こう、出口という、あ、じゃないな、入り口か、入り口を広くしたいなっていうのが今後の目標なんですよね。うん。うん、クラシックしかやってこなかったのは結構、うん、心残りというか、うん、もういろいろなジャンルをやっといけばよかったなってすごい思ってます、今。そうですね。自分も10年ぐらい前まで、うん、だいたい、すごい、もうクラシックばっかりだったんですよ。クラシック以外やらないと思ってたんだけど、今、全然やらないから。ね、いろいろ考えたけど、クラシックの、なんていうの、今、こう、流行っているポップスとかいろいろあるけど、クラシックも、例えばモーツァルトならモーツァルトで200年前とかっていうのは、当時モーツァルト最先端だったわけで、それを今、ね、昔の音楽と思ってるけど、常にね、その当時、その当時の人は最先端、最先端を、もう作詞がやってきてるはずなんで、自分たちがね、こういろんなのやってたら、多分昔の作曲家とか演奏家たちは、喜んでくれるんじゃないかなと思ったりしますよね。わかります。いいのだけ見とくなよって、多分思うと思うんですね。うん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 。それは思いますよね。うん、本当にクラシックはクラシックの良さがありますよね。はい。本当に。うん、それでも伝わるっていうのが、やっぱり一般の方ってなかなかね、こうクラシックがっつりやってた人は、こう、すごいわかるんですけど。うんうん、例えばね、僕が言ってた学校問題だと、うん、音楽の授業で、うん、
かルネッサンスとかバロックとかいろいろあるけど、うん、もっと現代の方に来るとビートルズが出てきたりとかするんですよ、うん、クラシックの授業でね。うんうんうん、わかります。なので、向こうはその、うん、クラシックだけとかこう分けてないっていうか、音楽はみんな一緒の中で自分たちはクラシックっていうカテゴリーを見てるっていう感じなんですよね。すごーい、うん、だからポップ、クラシックの人たちポップスいっぱいやるし、うんうん、人たちは逆にクラシックってどんななのって興味持ってるし、いいですね。見たことないんですよ、向こうは。なんか日本が結構やっぱ線引きしちゃってる感じなんですかね、こう。それは感じますね。うんうんうん。線引きする必要ないじゃんって思うんですけど。うん、思います。うん。本当それが思いますね。なかなか一般の人には本当に伝わりづらいというか、うん、敷居が高いって感じなんですよね。うん、本当。自分もそれで個人になってた時もあったんで。あ、もう私も今までそうでした。もう私はクラシックしかやらないから別にいいんだ、みたいな。そう。弾きにくいし、J-POP みたいな。わかんないけど。やってないのに、うん。今は違いますけどね。なんかそういう、ちょっと織り混ぜたやつもやれるといいですよね、イベント。なんか。コンサートみたいなやつで、はい、うんうん、そっか、あ、じゃあ3人でやるときもちょっといろいろ混ぜましょうか。はい、お願いします。いろいろやりましょう。はい、いいですね。なんか幅が広がるとやっぱいいなと思って、うんうん、ちょっと今年、あ、来年あたりからは頑張ろうかなと思ってます、その辺も。はい、はい、ありがとうございます。また最後私の話になっちゃった、申し訳ない。はい、じゃあまたなんか企画あったらね、やりましょう、はい、インスタ。そしたらこのさっき言ってたなんだっけ、セルフケア勉強会行ってみて、ああ行ったよ動画、動画で行ってきたのがないでやりますか。あ、いいですね。あ、こんなことやりましたっていうやつですか。はい、うんうんうん。あ、いいですね。3月頃に、はい、そしたら、あ、2月後半でもいいですけど。わかりました。うん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 。ありがとうございます。はい、じゃあ、また、また、じゃあ今度、なんだっけ、演奏会について、また連絡させていただきます。はい、バイオリンの先生にも言っときます。はい。はい。はい、ありがとうございます。はい。はい、じゃあすいません。また鳴っちゃった。ありがとうございました。はい、またよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。失礼します。ありがとうございます。